この動画にはネタバレが含まれます。それでもよかったらゆっくりしていってね。チャンネル登録よろしくお願いします。はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。ゆっくりマリサだぜ。今日は、今時期の合詞から、ダニーゴルドーペアについて見ていきたいと思います。おう、今日はあの人気キャラのダニーなんだな。扱える術が一つしかないのも、ダニーの魅力の一つなんだな。アニメ版では、個人的に好きな声優さんでもあるので、早速見ていきましょう。ダニーは、第1期にて登場した魔物の少年。年齢は15歳で、好きなもの魚、たい焼き、チョコミントアイス趣味格闘、ファミコン、ドライブ。第1回人気投票では9位に入っており、投票時点で魔界に帰った魔物の中で一番順位が高い。腕っぷしが強く面倒見のいい兄貴肌だが、ゴルドーにはよく子供扱いされている。長く逆立った髪型が特徴的であり、髪の色は銀色。眉なしの四白目で、目の下には他の人型の魔物と同様に線が入っている。意外と高身長であり、ボンレイと同じくらいの背丈。不良のボンタンのような紫色のズボンにベルトを2本巻いており、袖の破けた紫のインナーの上に白いシャツを着ている。仕事に文句を言ったり、褒められてうまく乗せられたりと、子供っぽさが抜けないところがある。そのためゴルドーからはダニーボーイと呼ばれており、その度に本人は訂正している。初対面のガッシュをいきなり攻撃するなど、良くも悪くも素直で単純。しかし取っ組み合いをしながら話すうちに打ち解けて、それ以降は何かとガッシュを気にかけており、面倒見のいい一面もある。キヨマロには良い兄貴分ができたと言われている。ゴルドーとはよく口喧嘩をするものの、彼が銃撃されそうになったら身を挺してかばい。人質にされたら攻撃を中断するなど、心の底では大切に思っている。ただ、そんなところもゴルドーに言わせれば、まだまだ未熟であり、結局子供扱いされてしまっている。攻術するように呪文が一つのみであるため、戦闘時は自身の純粋な身体能力による格闘となる。ガッシュに出会う前に他の魔物と戦闘を行ったようだが、作中では対魔物の戦闘は書かれていない。しかしながら、分厚い鉄皮を蹴り破る、マシンガンの銃弾を避け切る、車の屋根を突き破ってトレーラーの荷台を受け止めるなど、身体能力は高い。どんな力をも恐れぬガッツがあるとゴルドーは語っている。なお、完全版に収録されたおまけ漫画合詞カフェにて、初めて対魔物の戦闘が書かれている。格闘に秀でた御礼と互角以上に殴り合うという、高い戦闘能力を見せつけた。それでは、術について見ていきたいと思います。ジオルク、ダニーの唯一の呪文。本が燃えない限り、どんな傷であろうとも瞬時に自身の肉体を回復再生する、いわば超回復能力。ただしきちんと痛みは感じる模様。全身をマシンガンで撃たれても一瞬で復活しており、弾丸も自動的に体外に排出される。近接戦に強いが、遠距離や超火力に対してはどうなるのか不明。以上ですね。本当に術一本でやってきたんですね。ただし、ダニーのように基礎である元々の戦闘能力が高くないとうまく使いこなせないみたいです。続いては、パートナーのミスター・ゴルドーについて見ていきましょう。資産家の小柄な老人で、高い鼻に小さなメガネをかけている。また、常に杖と葉巻を持ち歩いている。リビア国籍、芸術を愛し、名高い作品の取引や受け渡しも行っている。その仕事には非常に厳しく真剣に向き合っており、遂行のためには自身の命も厭わない。ダニーのことはボーイ扱いしているものの、実際には実の息子のように大切に思っている。彼に仕事を通してやり遂げることの大切さを伝えた。それでは、作中の活躍についてです。数百億の値がつくと言われるシェミラ像の護送のため、海外から日本の美術館へとやってきた。ゴルドーからたい焼きのお使いを頼まれ、その際にシェミラ像を見に来たガッシュと遭遇。彼が魔物と気づき喧嘩を吹っかけるが、シェミラ像を見に来たと知って美術館へと案内する。美術館へと着いた直後、ゴルドーからシェミラ像を強奪されたことを知らされ、ガッシュと共に奪還を図る。像に発信機を取り付けていましたが、外されており手がかりを失っておりましたが、ガッシュの犬のような嗅覚により犯人のいる船にたどり着きました。敵地に一人で乗り込むダニーでしたが、生身で銃を持っている人間相手に圧倒していました。ガッシュとゴルドーが銃で撃たれた際は、自ら盾となり生身で銃を受けていた。弾は当たるもジオルクにより何事もなかったかのようにまた戦闘に戻るダニーに驚くガッシュ。一時ゴルドーが人質に取られ窮地に陥るも、キヨマロの介入により奪還に成功する。その際キヨマロは、部屋を間違えておりましたね。無事にシェミラ像を見ることになったガッシュでしたがグリの魅力には勝てないと残念そうにしていました。雑談しながら車で移動する一行。しかし前方のトレーラーがパンクし、車に向かって倒れかかる。ダニー以外の3人は外へ避難するも、
ダミーは像を守るためにトレーラーを受け止める。ゴルドーが命がけで守ってきたシェミラ像を今度はダミーが命がけで守っていく姿に感動しましたね。そしてガッシュとキヨマロに、自身と本物ともトレーラーを爆破するよう訴えるのだった。仕事を全うしようとしていくダニーの姿に呆然となるゴルドーでした。キヨマロは仕方なく、ダニーもろともトレーラーの荷物を破壊しましたが本も燃えることに。ボロボロになりながらも像を守り抜き、本が燃えたことで消えゆくダニー。するとゴルドーはおもむろに、燃える本に手を触れ呪文を唱える。そして傷の治ったダニーに呼びかける。最後まで仕事をやり遂げたダニーに、もう若造とは呼べないと告げるゴルドー。ゴルドーに認められたことによって、嬉しさのあまり涙が止まらないダニーでした。立派に仕事をやり遂げたことを誇りに思い、胸を張って帰ってほしいと願い。ダニーが消えた後、ゴルドーもまた静かに涙を流すのでした。魔界の王になることよりも、ゴルドーのために全てをかけたダニーに感動しました。その後の、クリアノート編では、クリアノートとの最終決戦の中、満足に動く筋力も残されていないガッシュに、魂だけとなった魔界の住人を生き返らせるため、決して諦めることなく立ち向かうその姿は、すべての魔物の心を動かした。その最初の一人がダニーであり、ガッシュとキヨマロ、二人の劇場に呼応するかのように、黄金に光り輝いたガッシュの本には、ジオルクの呪文が現れており、ジオルクを唱えたキヨマロ、そして完全に傷が癒えたガッシュの前に現れたのは、肩に手を添え、微笑みかけるダニーの姿だった。ガッシュの思いを感じたダニーは、ガッシュを助けたいと強く願い、ふと気がつくとガッシュの本の中にいたと言っていました。そして彼は告げる。力を貸すのは俺だけじゃないと。このクリア編の最終局面でのこのダニーの登場の仕方には本当に痺れましたね。最後、本に現れた術全部唱え切るまで鳥肌が止みませんでした。最終決戦後はウォンレイと同じ学校に通っており、親しげに会話をしておりました。はい、今回はダニーとゴルドーについて見ていきました。何が何でも仕事を全うするダニーに勇気と感動をもらいました。仕事を最後まで貫く大切さを教わりました。最後に燃える本に手を当てジオルクを唱えるゴルドーにもグッときましたね。ああ、そうだな。それでは、ここまでにしましょう。次回の金色のガッシュでは、ロックス&アコラジェネシスについて見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。